それではですね、ご来場の皆様、そろそろ、午後の部を開始したいと思います。まあ、最初、すみません、日本ベーシックインカム学会の会長をしております、樋口と申します。最初に、まあ、自由論題が、これからすぐ始まりまして、3時ちょっと前まで自由論題が行われます。その後ですね、まあ、招聘講師による講演会にが実施します。まあ、ベーシックインカムはですね、最近なぜかものすごくマスコミとかいろいろ注目を浴びております。というのはおそらくですね、コロナ対策で特別給付金という現金給付がまあ行われたということがまああると思いますね。政府が現金を支給することがあるんだということがまあ初めに注目され始めたんですね。私なんかはですね、その政府の、臨時給付金というか特別給付金も、まあ、臨時的なベーシックインカムと位置づけております。ただベーシックインカムをインカムについてベーシックインカムがですね、我々の明るい未来を築く、まあ、ユートピアとかよくベーシックインカムを研究してよくユートピアという言葉を使うんですね。働かずとも食べていけるというか、誰もが食べていく幸せな世界ということはよく言われるんですが、まあ、本当にそれが実現できるかどうかはこれからにかかってんですね。というのはですね、まあ、ベーシックインカムはいろいろ考え方がありまして、ベーシックインカムは社会保障をすべて削ってですね、ベーシックインカムだけにしようという、まあ、その財源の問題からですね、今日本の財政は赤字なので、まあ、そういう考え方をされる方もいるんですね。まあ、それに対して、まあ、ベーシックインカム学会ではあくまでもベーシックインカムは社会保障のさらに上にあるっていうんですか、社会保障を充実させるためにあると、まあ、そういう考えている方が多いんですね。まあ、私もそうですが、今、まあ、どう転ぶかっていうんですか、皆さん、まあ、岐路に立っているっていうんですか、皆さんがどう最終的には政治家というか、それを投票する皆さん、国民の知恵の意思というか、知恵というか、かかっておりますので、今日はそのベーシックインカムについて、まあ、皆さんも、皆さんと学んでいこうと思います。それでは、最初はですね、諸星太郎さんにですね、ALS 担当訪問ヘルパーの立場から、ヘルスケアニューディールを希求するというテーマでお発表があります。よろしくお願いします。はじめまして、諸星と申します。よろしくお願いいたします。普段はALS の方のお自宅に訪問しましてですね、まあ、今日ちょっとお休みいただいたんですが、まあ、ヘルパーでございます。はい、その視点からの話として、受け止めていただければと思います。よろしくお願いいたします。ケアニューディールを希求するということのタイトルなんですが、ちょっといきなりですね、どこから行こうかな。ここから行きましょうか。ちょっと暗いのかな。あ、こっちは出ないか。財政制約や供給制約による命の線引きの不真面目さという部分なんですが、これなんでこんなこと書いてるかと申しますと、相模、やまゆり園のですね、事件ですとか、あるいは最近ですと、ALS の方が実施されました。そういうまあ社会状況なんかも考えてですね、その発想の元になるのは何なのかといったときに、まずよく言われるのが、国はお金がないんだから、誰にも彼にもお金をこう使っておいては、むしろ健康な人たちが損をするじゃないかという発想がありますね。で、まあ、そこを一応クリアできるという理屈もある程度広まってはきているんですけれども、さらにその先に供給制約はあるだろうと。一人は足らないだろう。例えば最近ですとコロナですとですね、呼吸器が足らんじゃないかということも言われましたね。物がないんだからいくらお金があったところでできることには限りがあるじゃないかというそういう試験もありました。で、実はそうではないよということはここで言いたいことなんですけれども、供給制約というのは、政府の投資とかによって、ある程度引き伸ばせると。で、この後もう少し行くんですが、まあ、ブルシットジョブと言われるようなところに、
いろいろな人手とか資源が浪費されているような現実もあるということが、まあ、最近ちょっと言われているのを知りました。まあ、そういうことなんかも含めてですね、この後話していければと思います。で、まあ、それはちょっと後の方にしまして、今いろいろですね、ベーシックインカムを中心としてですね、雇用、生活保障といいますか、家計に対して、どういう手当ができるのかということでいろいろ言われています。ちょっと軽く整理してみました。一つ、MMT なんかで言われるのは、政府雇用保障プログラムですね、JGP と言われます。と、まあ、それとは別で、昔から言われているベーシックインカムですね、お金配りましょう、生活所得を配りましょう。で、最近ですね、私知りました、ベーシックサービスというのがございます。これはお金というよりは、いろいろなサービスですね、公共サービスを、まあ、無料に使用する。仮に失業しても、あるいは所得が少なくても、生きていくのに困らない状況を作りましたということがあります。で、これは NIT、これは負の所得税ですね、寄付付き税額控除とか言われるものですね、これはフリードマンさんが、言っていることでございますけれども、まあ、所得が低い人には、一定のその税額のですね、今ももう税額控除ありますけれどもね、そこに達しない場合は給付をしましょう。逆に多い場合は、削っていきましょうと、こういうふうな傾斜になっていたとしたら、まあ、こういうふうに調整していこうという話でございますね。で、一長一短あるかと思います。まあ、その一長一短というのはですね、お金は、まあ、発行できるという、これはまあ前提としましても、供給能力ですね、人手であったりとかインフラであったりとかを、どのように担保していけるのか、そういう仕組みが、それぞれの制度の中にあるのか、あるいはですね、格差の拡大にならないのかという話でございます。で、まあ、格差といったときにですね、ちょっと私が今少し気になっているのはベーシックインカムでございまして、お金を配る。配られたお金は、まあ、使う人もいれば貯蓄する人もいると思います。で、困ってる人っていうのはみんな使いますね。消費します。消費するので売り上げは上がります。上がった売り上げが、分配されるのかってことなんですね。ボーナスだったり、給料の伸びだったり。今現在、企業の利益っていうのは、まあ、そこそこ上がってます。一方で、労働分配率っていうのは、あんまり上がってないですね。給料も、可処分所得も減ってますね。つまり、企業から、労働者への分配っていうのは、あんまりうまくいってないと。とするとですね、どんどん一部のところにお金がこう集まっていくと。配られたお金は一部のところに、最終的には集まってしまう。となると、格差が広がるんじゃないかなということで、ベーシックインカム単体っていうのはちょっと危険だろうなと最近考えてます。ビルトインスタビライザーっていうのはね、あります。なんて言いますか、累進性ですね。とか、あるいは逆に逆進性の高い消費税だとかを、まあ、少し見直していくとか、あるいはそもそもそのベーシックインカムの額そのものがですね、誰もが貯蓄可能なぐらいの額にしてしまうかとか、ただこれはこれで物価に対してどういう影響があるのかすごく危険でございますので、いろいろですね、ちょっと一長一短あるなと思っていて、現状は、すでに現金給付行われておりますので、短期的にそれをやった後に、ベーシックサービスという形で、どこに住んでいても、どういう経済状況にあろうとも困らないような体制を作りつつ、所得のこう累進性、所得税の累進性とかですね、でこうバランスを取っていくっていうのがまあ最適なんじゃないかなというふうに今考えております。で、次ですね。まあ、ともあれ今できることということで、新しい制度とかですね、いろいろ設計したり考えたり、また審議したりするってなかなか大変です。なので、単純にできること、こっち側ですね。私、ケアの現場にもおります。ので、その立場からぜひ言わせていただければ、まずは介護に対してお金を出せということなんですね。これ別に制度の変更そんなにいらないと思います。今だいたいですね、介護給付金10兆円とか11兆円ぐらいですね。で、だいたい事業所の人件費がだいたい7割ぐらいって言われてますので、だいたい7兆円ぐらいが我々ヘルパーなんかのですね、所得になっているということのようでございます。ということは、給料倍にしようとしたらもう7兆円出せばいいんですね。今回、現金給付10万円で13兆円ぐらいですか。それの半分ぐらいあれば、我々の所得倍になります。倍になったらどうなるかってことなんですね。どうしようかな。
価値の転換が起こるだろうと思っております。今ですね、グリーンニューディールっていうのがね、ずっと言われてて、反緊縮グリーンニューディールとかっていうのもあるんですけれども、このままだとね、地球がこう持たないだろうと、それを何とかしましょうっていう話なんですけれども、その中でも一応所得のですね、再分配であるとか、あるいは国民皆保険であるとかですね、介護とか、ケア、ヘルスケアの部分についての話っていうのはあるんですけど、ちょっと扱いが私としては不満なんですね。小さいなと。もっと大きくそこを取り上げてもいいんじゃないかと。なぜかというとですね、グリーンニューディールが必要とされてるのっていうのは、ダイエットだと思うんですね。太りすぎました。そのままじゃ健康壊すんで痩せましょうと。でもね、そもそも食わねばいいじゃないかという話なんですね。でも食べちゃう。なぜか。利潤を得たいわけです。企業というのは基本的には利潤を得たい。じゃあその利潤の得方っていうのがどのようになされているかというと、これはですね、大体すごくよくない言い方をすればですよ、本当はいらないかもしれないけれども、欲しいというふうに思わせて、そのために、安く資源を採掘し、人を使って、多分1年もすればゴミになっちゃうだろうものを生産して販売して、そうやって利潤を上げるという構造がありますね。でその中で、最近だと特にもうここ数十年間は新自由主義という流れの中でですね、生産する、労働者の、生産ということ部分と生活っていう部分がですね、何かこう全くこう隠されてしまっていると。生産している人は何かこうロボットかのようで生活しているという主体なんだという視点がですね、忘れられていると、よくある過労。ちょっと見えないですね、ごめんなさい。あと5分ぐらいになったら声かけて、あと、生活とですね、生産という部分がすごくこう分離してしまっていると。これどういうことかというと、よくある過労とかですね、過労自殺とか、電通のなんだ日比谷松井さんとかのことでもですね、すごく痛ましいことありましたけれども、ああいうことってなんか結構こう状態化してますね。でその結果、可処分所得、これは可処分領域の、そうして所得とか時間とか空間とかっていうものがどんどん少なくなっていった結果、生命再生産が不可能になってきていると。子供を作れないってことですね。日々の健康を維持するために寝る時間であるとか、多少ちょっとこうお金がかかっても美味しいものを食べる、健康にサプリを買う、そういったことができなくなっていると、いうことでございます。で、そこにおいてですね、改めてこの生命再生産というところに価値をこう見出してほしい。ただ物を作る、消費する、捨てるということではなくて、生きている存在をケアするということ、その健康寿命を伸ばしていくということ、あるいはそのことがこう環境に対する負荷を、かけるような経済構造から、健康を伸ばしていくという経済構造に変わっていくだろうということを、願っての、ヘルスケアニューディールの、ヘルケアニューディールの必要性を訴えております。で、あとはブルシットジョブなんかですね、つまりそのここは何かと言いますと、といってもですね、大体の生産というのは機械化されていると、自動化されていると、そんなに人でかかってないんじゃないのと、一方でケアというのは人手がものすごくかかるよね、無理なんじゃないのっていう話があると思います。ただですね、そこで私したときに最近ブルシットジョブというのを知りました。利潤を得るためにものすごく合理化していると思われているはずの企業の中で、実はとんでもなく無駄がいっぱいあると。じゃあ行政以上に実は無駄があるんじゃないかという方が、グレーバーさんのですね、もう最近お亡くなりになってしまいましたけれども、その中で知りまして、ああ、だったらそこからの移転はできるよね。だけど、じゃあどういうふうに移動させようかと、労働移動させようかと。政府が価値づけできているじゃないかと。我々の給料、介護報酬とかっていうのは、政府がある程度決めている部分がありますので、もちろん事業者間での分配の仕方もありますけれども、政府が価値づけをしているものなのだから、政府がその仕事の価値とか、労働のあり方とかっていうのは決めるでしょということでございます。長々となってしまいます。最後、ここですね。応益であれ、応能であれ、負担を税の、納付で語るおかしさ。私ですね、この井出栄作さんのですね、ベーシックサービス、とてもいいなと思っているんですけれども、その財源として税をね、消費税っていうのを上げているところはすごく不満なんですね。ぜひね、MMT をもうちょっと詳しくね、やれればいいなと思っているんですが、基本としては政府の支出が、先であるし、さらに言うと政府の赤字が基本だということです。なぜかというのは、これは MMT の方を見ていただければと思いますが、消費税っていうのはですね、痛みの分かち合いと言いますけれども、
例えば労働分配率を下げました、配当にやりました、経営者の報酬を上げました、それでいっぱいお金を使って払う消費税というのは本当に痛みですかってことなんですね、ぜひですね、伝わればななんて思っています。はい、以上でございます。大変長くなりました。ありがとうございました。それでは会場の皆さん、何かご質問、諸星さんに質問がある方はございますでしょうか。オンラインからも質問していけますか。はい、オンラインでも質問受けますか。はい、じゃあ私の方が最初はちょっと確認の質問なんですが、諸星さんの考えによれば、そうしますと、ヘルスケアにディールをやるにはですね、ベーシック化になぜ、こだわるのかっていうんですか、普通福祉、政府、さっき諸星さんも指摘されてましたけど、政府の予算を増やすよりも効果的かどうかっていう、その辺はどうお考えですか。政府の予算を増やすというのはですね、増やせることは増やせます、その通貨の価値というのは名目価値、実質価値ありますが、名目価値の方は徴税を行っているということによって、徴税を自国が発行した通貨であるということによってご覧できますね。で、実質価値の方については、供給がどの程度を使っているところなんですが、どの部分にしてどう支出をすれば効果的かということだと思うんですね。で、これも基本的には国民の生命と財産を守ってことに支出する、さらには供給能力の維持拡大をする分野に支出する。で、果たしてケア労働ですね、要するにこれから行ってしまえばですよ、もう間もなく死ぬかもしれない人をさらに生かせ続けるために、若者の手を使う、これは果たして供給に資するのかどうか、効果的なのかどうかということなんですが、ここを野垂れ死にでいいですよ、自己責任ですよということにしてしまうと社会そのものが崩壊しますのでと思うんですね。例えば軍隊なんかでですね、人一人を助けるために部隊何十人動かすってことがあります。それやらないとですね、機能しないってことですね。で、あともう一つ言うと、ケアに関してはですね、イメージとしては本当にもう終末期のことをイメージしやすいかもしれないんですが、健康なうちから、いろいろちゃんと手をかけていればですね、兆候、いろんな兆候があります。その兆候が現れたときにちゃんと人が行く、指導する、一緒に何かやるということであると、健康寿命そのものを伸ばせるので、あんまりそこに実は人がかからないんじゃないかというふうにも予想しています。ここはちょっと要検証でございますが、で、あとこれは公共事業なんかで言われることですけれども、事前予防、事後保全、予防保全というような形があって、これコストはどっちの方が安く済むかというと予防の方なんですね、ということでございます。はい、詳しくどうもありがとうございます。ちょっと、なぜ最近そうですね、ベーシックインカムにこだわる人が増えたのか、その理由ただちょっと知りたかっただけですね。なんか会場の方、すみません、司会者が質問してしまいましたけど、この間何か質問が思い浮かんだ方はありますかね。よろしくお願いします。ベーシックインカムの需要の方のお金なんですけども、介護の方の供給に対することですね。例えばロボットとか自動機の、投資に対する補助金ですね。政府からも、もちろん財源は国債の方がいいと思っているんですけども、どうお考えでしょうか。省力化に対する投資というのは絶対必要だと思います。それに対して補助を出すというのは、もうこれはもう全くおっしゃるとおりでございます。はい、エレベーターがないので、2人がかりで下ろすとかですね、やらなくていいと思うんですよ。エレベーターになる近所の人に引っ越すための補助金出しましょうという話だと思います。大体、いくらぐらいあったらいいかなと思います。そうですね、すみません、そこは私のちょっと試算ができる能力を超えてございまして、申し訳ございません。すみません、じゃあ他
になんか会場の方でご質問ある方はおいらっしゃいますか。山中さんいかがですかね。あ、はい。すみません、山中ですけれども、僕はそのヘルスケアニューディールというのはものすごく賛成なんですけれども、ところがその就職氷河期世代の方が逆に高齢者の雇用を守ったから、若い人、その若いというかな、40代前後の氷河期の人が損を超えてるんだというので、結構高齢者の方に対して何々ケアしてみようみたいな発想っていうのをものすごく嫌うっていう側面が就職氷河期の解消運動の中でよく見られるんですよ。でケアニューディールでしっかりやってて白崎さんなんかも介護用品なんか売られてたんで、これからはケアの経済だとおっしゃったりもするんですけど、だけどその氷河期の運動なんか最強の方の中の、一部の方のように高齢者のお金を使うなみたいな発想の方に対して、このケアニューディール運動をやっていく中でどう説得していけるかなというのをちょっとご意見を聞きたいです。世代間の分断がですね、引き起こされてしまっているなということですよね。特に恨みといいますか、ヘイトといいますか、私はあなたたちの犠牲になったんだ、これからじゃあそのあなたたちの尻拭いをするのかという感情だと思います。それは分からないでもないんです。そこはただですね、全体のいや、そういうことではでも本当はないんだよと。これはできれば政府が本来、やるべきところをやらなかっただけで、民間の部門の中だけで経済をやろうとすると絶対に、貯蓄を生む人もいれば負債を生む人もいて、我々は負債側にいたという、これはもう不可視的なものなんであって、今の高齢者の方がどうというよりは、これはもう政府が本来負うべきもの、これは実際金額的な、経済的に言えばもうこれはもう政府の、財政赤字というものが足らんかったんだよというところをですね、なんとか分かってもらえしかないかなと今はそう考えますが、ただですね、別に今失業している人がそのまま介護分野にスライドしなきゃいけないとか、別にそういうことではないと思うんですね。介護分野のお金が増えればですね、実は今すでに高所得でだけどやってることの仕事の意味が見出せない人って割といるんじゃないかなと思うんですよ。それはブルシットジョブからの受け入れなんですけれども、そういう人が他の分野の方に移っていく中で、逆に、今まで希望しながらも入れなかったところに空きが出ていくっていう形でですね、シャッフルされていくんじゃないかなとは思います。なので、必ずしもその就職氷河期が尻拭いをしなければならないっていうことにはならんのだろうと思っています。なので、別に、なんていうか、これはそう突っぱねてはいけないんですけども、お年寄りの世話をなんかまっぴらごめんなという方にですね、その分野に入ってくださいという必要もないのかなと